なんか、あ、ゆいさんからコメントや。類似、忙しくてなかなかストレッチャーズ見れてないです。やっと類似マンションが見終わりましたって。忙しいんかが忙しくないんかは暇なんやろうなと思いますね。類似マンションなんて見てる人いるんやっていう。なんか、俺ね、総合的にさ、今英会話の動画見ててさ、これは見たいなと思うやつがあったんですけど、そういう風に俺の動画は見られてるってありえんなと思ったんですけど、いるんやなっていう変態ですよね、絶対に。でも、本当ありがたいことやなとか思ってたんやけど、その後に来たのが今回のゆいさんが、類似マンションの動画をあと3本で見終わります。忙しいのに、なんか全然価値ないの、英会話とかより。だから、そのダメなの。ダメなんですけど、やっとこっちに入れるって言うんやけど、これも意味ねえんですよ。で、今日なんか考えてたんですよね、そういうこと。ありがとうございます。で、ちょっと待って、今、ステッカーブックの本当意味ないよ、これ。英会話より。この辺全部埋めていこうっていう中になってまして、第3章ですよね。だから、初見、レスキューミッション、コンプリート、で、宙返りを10回決めようってやつ。宙返りって何？全然やったことないですよ。で、今、しかもジャンプ台も見つけられてない。大丈夫かな？これ、クラクション鳴らそうすらもうちょっとだけ鳴らしてたんやなっていうのは、俺自分でどうやって鳴らすかもわかんないし、いろいろわからないのもいっぱいあるんですよね。麦わら畑を踏みましょうとか。ジャンプ台ってこんなにない？探すと。このね、ブロック壊すっていうのはあったと思うけど。あと麦わらのところに、言ったっけ？麦わらのところを踏み荒らそうみたいな。あと木を早く、あった麦わら。麦わらをこう、さーっとね、していきます。ここあんま来たことなくない？来たことなくない？なんかあるんじゃねえかな、ここ。何やじゃねえって。かかしもあった、かかしも。こうや。いろいろこう暴れてるだけの動画にしばらくはなります。あった、宙返りスポット。大ハードやな、これか。いやいや、全然逆さやん。宙返りってどんなんやろ。宙返りって何なんやったっけ、日本語で。じゃあ、日本語で英会話の勉強をしてるんか。日本語で言ってるの、俺、宙返り。あった、あれか、前か後ろかと。後ろやろな。行く？ジャンプ台から50回飛ぼうが、クリアしてないわ。え、ピロリンって。何、ジャンプ台から50回飛ぶ。ちょっとだけ鳴るときあるの。何あれ。たまに鳴るってこと。区切りいいときに30回ぐらいとかごとに。今どこ行ってた俺。今俺どこ行ってた。すいません、なんか何喋ってるか分かんないですよね。ごめんなさい。あ、これ麦わらクリアや、絶対。すげえ。雑談しながら麦、たまに言うんや、ああやって。ほな、すぐやん。かかしもいっぱいあるし、ここどこ、マップ覚えとこ。ここです、皆さん。何攻略ぶってるの。英会話風にしようかな。皆さんもね、結局やらない日の、慣れることだけなんですよ。だから、毎日ちょっとでもやった方がいいなと思います。こういうゲームとかも全部。いくら忙しくても、ちょっとだけでもやってから寝るという、そういう習慣をつけましょう。俺ね、麦わらをさ、これ合ってるよな。さっきピロリンってなったら合ってるよな。なんで今フレンドが来たんやろ。それよりジャンプ台探してこ。ジャンプ台どこ？マップに印つけたい。ブロックを壊すってなかったっけ？あと木を切る。いろいろあれ、電車はどうなんやったっけな、ほんで。ふうって、何よ。うわ、全然わからん。
それってか宙返りって無理じゃね？宙返りって何？横に回ってもいいの？今めっちゃジャンプ台見えたけど何個も。横に回ってもいいんかな？電車乗ったぞ。いや、これ回れんわ。前もやったんやけど、回れそうにないんすよね。どうやってやるのかな。で、俺何にもクリアしてないな。石の壁を125回壊そうもあるね。お城の羽端から飛ぼう。キャッスルジャンプ。それすぐできそうじゃない。ジャンプ台から50回飛ぼう。それさっきからやってるやつやね。帽子コレクター、帽子は難しいよ。あ、麦わらもうすぐクリアする。じゃあ麦わらとジャンプとキャッスル行こうか。で、キキキロか。そういう動画です。今日はすげえどうでもいい動画になってるね。いつもよりも。あと3本ルイージマンション見た後に来たらもっと意味のない動画が待ってるぞ。ゆいさんすいません。45本ぐらいあるんだよこの動画も。もうジャンプ台から飛びながらね。わ、これすげえ、これできる。あ、できた。中、あ、ここです皆さん。すっげえ、輪っか落ちてきた。ここですよ。ここならできる宙返り。ちょっと待って、方向性変わってきた。あれ、どこ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 、宙返り。ここにあったっけ。あ、あれ、宙返りを10回決めようが成功してない。ちょっとこれ成功するまでマリオカートか。マリオカートもこんなことばっかやってます。ウルトラミニターボを50回決めようって、全然うまく走れてない、しないと決めれない。あれ、どこから飛んだっけ俺今。ここか。あかん、むずい。ここはなんかスキー場思い出すな。リフト台もったいねえから、今日はリフト券買わんといこうっつって、結構登るのがつらいやつ思い出すわ。こっから飛んでみようかな。行く？昨日どんなになってた俺。ちょっともう待ってよ、どこかわからなくなって。これ方向音痴やな俺。こっちか。あ、あれかな。お、すげえ。ええー、方向変わった。これはむずいっす。もう一回戻りましょう。これはまたね、なんかで研究してから撮りますわ、この動画。こうやっていると鳴らすのかな、かっていう。俺鳴らし方わかんないんですよね。あと拍手も思い出した。拍手もしなかんねや。フェンスバスターズもあるんや。もうなんか全部とりあえず壊しながら雑談する動画になるな、今後は。結構どうでもいいことしかやってなく、何も、なんかもう、なんやろ、一つのことに集中できてない自分がいるわ。これ麦わらとりあえずクリアしましょう。たまたま見つけた。結構いくっしょ、これ。ようようよう、よ、本当の車みたい。お、来た！麦わらで。はい、9分30秒。麦わらで踏みつける。で、かかしね。いいよ。で、木切る場所、どこやったんやろうな。木切る場所行きたいんやけど、全然そういうのとか、どこに何があるか覚えてないんですよね。木切る場所。木切る場所。木切る場所って言ったら、どこなんやろうな。なんかこんなマップになっちゃってるやん。ちょっと上の世界行ってみようか。
上の世界行けてない。あれなんで方向どうなってる、俺の方向感覚。あれこっち、開いた。これで左か。違うんか。え、意味わからん。ワープ欲しい、ワープ。これ全然下行ってるよね、これ。下でもいいんやけど、キー切る場所ってどこやったっけ。マップに印つけて、なんか地理覚えてきた気がする。うん、ここ回って、ユニティーのをずーっと最近フラットやってる。いや、回ってきてるね。ちょっとなんか目印、あ、これか。あ、戻れる戻っちゃう感じだよ。それでここを向かってくったところに左側にだよ。左行ったよね、さっき。どっち向かってる俺。当てそう。当てねえし。あれ、人当たったない、当たってないの。ああ、こんな風にちゃんと来れるんや、ステージに。どうやったっけ、みたいにマップに印をつけたいとこなんですけどね。ここ怪しいね。あ、なんかあったな。カカシは倒しとこう。酔うね。花火が鳴った。花火って何だっけ。やっと上来れた俺。それでストロイヤー行っとこっか、先に。それまでいいや。ずっと上いてキャッスル行くか。木こりどこやったっけな、ここ来たことねえか。あ、硬っ、硬っ。今の競争で来たっけ。向いてるってことはこっちやな。落ち着いて考える。長距離。ああ、くぐろうみたいなのもあるんかな。もちろんこれさ、自分でここに行くのってめっちゃ難しいんやね、このゲーム。こっち向かっ、全然わからんもん、地図。自分がどっち向いてるんか。あった、キャッスル。目指すの欲しいね、ポイントつけるの。ないよな。ないんやな、やっぱり。どっから入るのこれ。ここ
つ本当に容易やけど、あったやっと入れた。車で入れるようになってるんやけど。これじゃない？これなんかな？なるほど。これなんや、何人かから飛ぼうっていうの。キャッスルジャンプ、お城なんか、これや！車のことなんや。降りてやるんかと思ったら。よっしゃ、一回転できるか。しかもできんねんてな、一回転は。あーよ、ようバグランは、ようバグラン。救急車の向きを直すみたいなアイコン出ちゃったね今。何やる？救急車で7秒以上空を飛ぼう。あー、なるほどね。ガチで拍手っていうのやってみましょうか。え？あ、ちょっとずつ溜まるの？乗っちゃった。え？あ、片足立ちしてるなんか。あれ？なんでできんのこれ。すいません。クラクションも鳴らされようなんかな。あ、乗れんがな。こんなことある？乗れんくなること。しゃあ難しい。ちょっと待って、いろいろと起きすぎやって、いろんなこと。ちょっと待ってよ。クラクションはガチで拍手っていうの溜まってってるやな、今ので溜まってってるんやわ。でフェンスバスたちも溜まってってて、郵便箱、あ、それ初めて見た。バス停クラッシャーって。まあいいや。拍手だけクリアしよう。あの白いの。あ、救急車呼ぶボタンなのかな、あれ。こう2人足して2秒間20回やね。もちろん1回だったら高橋名人並みや。高橋名人はね、もっと32回か。俺久しぶり、高橋名人以来やで、このボタンの押し方してんの。溜まってってる？え、溜まってってる？これ微妙に2秒以内に20回手を叩こうやろ。してや、この動画。お、溜まってってる。
何？弾ランクなった？何何何？よくわかんないよね。1、2、え？わからん。何がダメな？なんじゃこの動画。ちょっと待って、やばい、放送事故や。溜まってない。わからん。吐きそう。とりあえずジャンプ台飛ぼっかな、壁壊しながら。俺クリアしたのって麦わらだけか今。あ、麦畑。あ、でもこれ通れんねって。何してんのこれ。救急車呼ぼっかな。あ、そうやって呼べるんや。オッケー。あー、久しぶりに連射した。7秒以上飛ぶ場所もよくわからんしな。かな。飛行機するの忘れてた。1、2、3、4、5、6、7。さっきの崖のとこがいいね。いや、7秒は長いわ。よっしゃ。お、7秒いくんじゃないこれ。いかんかった。すげえ。いかんかったけど、まあこんなもんじゃね。うん、今ので とりあえずこの動画終わってきますわ。すいません。